これ10重なって 5、1、2、3、4、5、6、8、9、10、入団。先生、あの子はちょっと。ああ、そうでしたね。はあ、よしよし、お前、中山、一番走りつけ。はい。あっちだ、あっちだ、あっちだ、あっちだ。番号、打たい気をつけなさい。はい。では次を。木村さん。はい。私たちは自ら苦しんで、知っている人に対しても、また知らない人に対しても、決して迷惑をかけるようなことをする。常に公衆の一人として、何事をするにも報酬のためを考えて世の中の幸福を進めるように心がけなければなりません。はい、そこまで。席を着きなさい。中山さん、あなたは何と言ってもダメですね。先生もあなたには困惑がしました。仕方がありませんから、今日からあなたの席を教室の外へ出します。他の人の邪魔になるのを放っておくわけにはいけませんからね。中山君。カンタ、
誘いに来やがったで。はよしや。これこれ。もう誘いに来やがったやないか。ぐずぐず言うてんとさっさと行かなあかしまへん。行かへんねや。アホなこと言うたらあかしまへん。学校行かんとどないしまんのや。もう学校やめだるんや。またそんなこと言うて母ちゃん困らさんといておくれやす。あんたが学校行かなんだら母ちゃん父ちゃん叱られるやないの。な、そやさかい簡単に子もんやさかい。母ちゃんのことようわかるな。な、おい人待たしていて何してんだよ。はいはい今行きます。さ、もう忘れにあらへんな。靴の後ろおらんよ、履きやっしゃ。またしてすんまへんな、しねちゃん。いじめられんよう気をつけてやっとくやっしゃ。行ってまいります。あんたまたごてよったんか。送り出すのが一苦労どすわ。無理もないんやけどな。なぜほんまのところ1年生ぐらいの頭じゃあらへんでさかいな。学校行ったかって面白い気遣いあらへんわ。そうかって今さらどないもならしのへんやろ。もう考えると頭痛くなってくるわ。そらそうと、あてちょっとケッタのこと聞いたんどっせ。けったいなことってなんや。カンタがな、廊下で勉強してるちゅうて。廊下で？なんやそれ。子供の言うことやさっき、はっきりしたらしまへんけど、なんや、先生がカンタの机を廊下に出さはったんやったら。ほんまやろか。まさかと思うけどな。それやったら、この説みたいに学校嫌がるのも無理おへんやないか。ああ知らなんだな。よし、いっぺん行って見てくるわ。すぐ行かはりまっか。うん、これ片付けておいてから行くわ。どないどした。
どういうの？やっぱりどっか。先生、どうなりたいんだ？どうかだけは助けてもらおうとないけどな。あの調子やったら結局あかんな。あきまへんか。あかん。どないしたんやろな。またどこぞ場所を変わらな、しゃあないな。またやどないどっか。そんな塩梅でどこの学校でも厄介者に知られますさかい。最初からと3遍も学校変わってしまいました。そうこうするとこの6月にとうとううちの人が召集受けまして。おお、それは急なことで何をどうする暇もへなんだけど、これでよしと。こうなったら何も考えることあらへんけど、この先生だけは案上頼むで、おっさん。どうにもならへんねやけどな。もうそれも思わんときやす。こんな母親でもついたらだけならまし。そう思わなしゃあないけどな。中止とやらいてからも毎度もう子供のことばっかり書いてまいりまんねん。それでまああとは店をたたいまして、この近所を宿がしてまいりましたんやけど、どうとしゃろ、なんとかこちら様でお世話願いましゃろか。いや、よくわかりました。ご事情を聞いてなおさらご同情に耐えません。松丸君どうだね、お話を聞いてどう思います？中山君、僕引き受けてみたいと思います。いや、君は必ずそう言ってくれるだろうと思っていたが。では。はい、確かに引き受けます。ありがとうございます。ありがとう。しかしこれはなかなか難しい困難な仕事だよ。はい、これは先生からみんなに頼みたいのだが、中山君は小さい時大病にかかって、そのため少しこの脳を悪くした。脳髄だな。それで勉強はみんなとは一緒についていけない、そういう気の毒な人だから、みんなは一層仲良くして、可愛がってあげなくてはいけない。決して、バカにしたりなんかしない。中山君に親切にできるかできないか、それによってみんなは自分の義侠心が本物であるか本物でないか試すことができる。分かったな。はいはいはい。よし、どうかみんなでな、固く手をつないでやってもらいたい。へい、なあ、これまでの中山はな、学校は嫌なところ、学校は辛いところだというふうに感じ取るらしいんだよ。だから中山に勉強をさせるよりも先にだな、何よりも学校というところが面白いところだと分からせる必要があるんだよ。しかしこれは先生だけがいくら一生懸命になってもダメなんだよ。学校を面白くするかしないかはこれはほとんど友達の力だな。あ、これは分かるだろ。はいはい。よし、それでだな、当分の間ぜひ君たちにやってもらいたいことは、
これは大したもんだ。ちょっとの間に変わったね。いや、これはお手柄だ。ところが先生、これは子供たちの手柄なんですよ。まあ、子供たちのおかげで中山の学校嫌いだけはどうやら治ったようです。まあ、そう検証しなくてもいいさ、ね、しかし、しかししかし、なんだね、ああいう児童を預けられて、僕らが初めてこの精神薄弱児というものの認識を新たにしたということは全く迂闊だったと思う。あ、そうです、私も改めて調査してみたんですが、学校児童の 2% といいますから全国で30万いるわけです。大した数だね。あ、ですからそれらに適当な指導を与えてですね、何らかの形で世界のお役に立つようにすれば、たちまち30万の立派な人間が浮かび上がるわけだね。そうです、大きいですよ先生。これは大きいね。いや、この問題についてはもっともっと関心を持つ必要があるね。あ、それと一般の関心も高めなくてはいけないと思います。いや、同感だ。その意味からもどうか中山はしっかり作り上げてほしいもんだね。あ、できるだけやってみます。特に物の数え方やこの思考などに力を入れてみるつもりです、うん、それは結構だな。実生活本位は賛成だよ。あ、奥村はん、よきとおくれやしたな。さあ、わがりやす。カンタ、奥村はん来やはりましたえ。あの、僕、一番近所やさかい、カンちゃんの勉強手伝ってあげるように先生に言われたんです。はあ、はあ、カンタがな、そんな言うてましたけど、奥村はん、さぞご明度なことどっしゃるな。ほんまにすんまへん。どうぞよろしゅうお願い申しますさ。はあ、さあ、わがりやす。それがカンちゃんの教科書や、松村先生が徹夜でこしらえはったんや。まあ、お忙しやろに。カンタみたいなもののためにわざわざな。ちょっと見せとくれ。まあ、こんな綺麗な表紙までつけてくれはって。おのどうふどすか。先生が書かはったんや。このカエルみたいに一生懸命お気張りやしやちゅうって書いてくれはったんやな。父ちゃん聞かはった。どんなに喜ばはることや。一生懸命勉強せんとバチ当たりますよ、ほんまに。ほんならちょっと仕事してきますが、お願いしますさ。かんちゃん、ほな勉強しよう。うん。ああや、その次は？いいや、その次は？うや、よう知ってるな。読めんのは読めんのやけど、書けへんねや。なんでな、かなのや、かなんことあるかいな。かんちゃん読めるんやもん、書けんことあらへんがな、へっちゃらやんか。なかなか、あかんわ。なんでな、気張らんとあかんかん。前の表紙と少し違うところがあるんだよな、わかるかい。どこやろな、全然同じみたいやけどな。あ、わかりました。カエルが前のより少し高うなってます。そうか、そうか、お前な、なんで叫んで。今度はひらがなに進んだからカエルを少し高くしたんだよ。先生、カエルうちらの家に飛びつくのですか。うん、ひらがなが全部書けるようになったら。カンちゃん、いつ頃覚えるやろな。6年になるまでには行くやろ。僕は2月ぐらいと思うけどな。もし2月ぐらいで覚えたら、僕は大したもんだな。
やあ大将、また一番乗りか。妖精が出るな。おう、中山じゃないか。お前どうしたんだよ、こんな早く。なんだ、先生叱ってるんじゃないよ。学校へ早く来るのはな、いいことなんだよ。ただ、あんまり早いんで、ちょっと聞いてみただけなんだよ。大将、この鉄毎日だし、わてがもう開けますとな、ちゃんと物立って待ってはりますわ。そうかい、毎日かい。ええ。だけど、どうしてそんなに早いんだい。僕、この頃、学校面白でかな。なんだ、そうか。そうか、そうか。しかし、早いな。ほんまに。よしよし、道具置いといて。しかし、早いな。さあ、今日から第18に行くよ。いつも言う通り、小学校の学科はみんながこの教室にいる間だけ本当に身を入れてやっときさえすれば、何も家へ帰ってまでやらなくても結構できるはずなんだ。いいね。その代わり、教室で油断してると後で苦しい目をしなくちゃならんことになる。分かったね。はい。よし、それじゃあ誰かに一つ読んでもらおうか。はい。中山、第18、第18、第18。それでどないなりました。それで今度は他のもんに読ませはったんや。そやけど先生何ぞ言わはりました。たとえ面でも手を挙げて読んでみたい思うようになっただけでも大したもんやて。そらまあそうとでも言わんことには褒めはあらへんわ。カンタもまた何で読めへんもの手を挙げはったんや。そんな豊かで僕松村先生好きやもん。おかしな人。ほんならあんた好きな先生やったら何でも手を挙げんのかいな。ちゃうわい、好きやさか一人でに手あげてしもたんや。そんなんありやんか。よいなわ。どうした？
村君、これ借りとくぜ。この三学期からまた新しい友達が一人増えた。名前は山田金蔵君。改めて言うまでもないが、お互いに親切にし合って、古くからいる者と少しも変わらんように親しくしなくちゃいけないな。行くわ。そのままほっとけ。どうせお前は勉強しても分かへんねや。おい、無茶言ったらあかんな。かんちゃんの勉強には先生がて僕らがてみんな一生懸命になってるやないか。おい奥村、お前5年で抑えてるそうやな。そんなことあらへん。いっぺん勝負せんとあかんな。勝負ってなんや。勝負と勝負やんけ。喧嘩は嫌や。相撲ならやってない。おい、カンタ、後で来いよ。うん、後で行くわ。あ、ヤマキンが来るわ。どんなしよう。ヤマキンってない？5年の山田やないか。あいつ行けずやから、わてかなんねん。わたし怖いね。早く行こう、早く行こう。
んちゃん。もう8年目やな。あと2年やろ。何言ってんねん。まろっかやんかい。ごまかしてまかへん。そうなんで、しんちゃん。もう8年目やで。もうちゃんと。違う違う。お前が間違ってんじゃん。僕間違ってへんで。あかんて、お前の算術わかへんのや。いつも間違ってへんで。あ、松村君。うん。ええな、山金ね。うん。一度うんととっちめてやったらどうかね。まあまあ、もう少し待てよ。だって、僕の組の女の子にも随分被害が多いで。この頃は、復権が問題にし始めたからね。しかしな、山金は実際は寂しいやつなんだよ。あいつのあの、いじけて悲願だ気持ちが、たまたまあったかい空気に触れると、むやみに反抗したくなる傾向があるんだな。だから今下手にあいつを叱りつけるとあいつのこの心の氷はますます硬くなるんだ。僕はその時期を待ってるんだよ。時期を。なるほど。君がそう言うなら何か見込みがあるんだろう。もう少し辛抱してみるか。しかし君も偉いものばかり背負い込むね。神田といい山木といいか、うん、しかしな、考えによっちゃこれこそ本当の教育者によるって言うんだよ、うん、なあそう思わんかな。いやそこまで徹底してんなら大したもんだ。僕など旗からとやかく言うやつは全くないね。断然シャッポヌン。うわー、これはあれだから。どうしよう。おいおい、こっちはお世辞なんか言ってるつもりはないんだよ。いやいや、分かってるよ、分かってるよ。さあ、ちょっとお付けしなよ。かなわん。これは全然負けじゃ。頼まれてくれへんか。なんや、僕さえ落としてすまんけど取ってきてくれへんか。どこや。そら、枯れ木が出てくるやろ。あそこらへんや。金ちゃん、なんで行かへんねん。僕、今あっちちょっと来るんで、人出かさんねん。それでも僕、滑れへんがな。滑らんと歩いて行ったらやんか。はあ、ほな、見てくるわ。大丈夫やろか。金ちゃん、かんちゃん、大落ちひんやろか。待って。帰るわ。
くのおったんか。うん、よくの大きなら、それを掘り寄ったな。何のつもりや。何をしに。僕、穴掘るの面白でかなんで。かんちゃん、穴掘るの天才やな。うん、前に誰やら、かんちゃんの掘った穴落ちて、きつ送るってな。あ、う、あ、ん。すやさかで今度掘ったら、みんな後で埋めとくことにしたんや。行くとしてたのか、かんちゃん。うん。あんな、体をな、砂の中に入れてな、30分ぐらいじっとしてたらな、足が黄色になるわ。ほんまか。ほんまや、うそやもたら、いっぺんやってみ、埋め倒さかい。ほんでも息ができへんやないか。あ、ほんな、首は埋めへんのや。ほんならええわ。入れたさか、入れ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 。ほんまに黄色になるやろか。なるとなる。おい、早く来え。あの目覚め。いやな、最前までそこらにいたんやけどな。お待ちやす。わかりました。十のがおへんさかい、穴掘り出すわ、ケンちゃん。ほんなら、裏の広場やな。すまへんけどな、ケンちゃん。ちょっと見てきておくれやすな。おばさん、今ちょっと手が離せまへんねん。はあ、僕、見てくるわ。すまへんな。ケンちゃんに埋めてもうたんや。こうしてたらな、足が黄色になる言うて。アホやなあ。あかんぞ、カンちゃん。ヤマキなんかの言うこと聞いたら、ろくなことあらへんの分かってるやろな。さすがの奥村もこれには憤慨してね、うん、いっぺん山金と喧嘩させてくれって言うんだ。おうもちろん眺めてみたいな。しかし山金は一向変わらないように思うがどうだろう。いや、変わってきてる。そうかな。僕は近頃山田を見てると時々涙が出そうになってくるんだ。あいつの魂の内側の騒動というかな、反問というかな、それがしみじみ見えるような気がしてね。うん、もっとも君は当事者だから僕らとは見方が違うだろうが。うん、山金は寂しいやつだ。
カンちゃんにいたずらや悪酒をやるんだが、それが近頃山金自身ちっとも楽しくないんだな。なるほど、相手があのカンちゃんだけにそれはうなずけるね。何しろ片っぽは悪意というものに対してまるで感じがないんだからかなわないや。やっつけるつもりの山金がかえってやっつけられてるのか。結果から言えばまるでカンちゃんが山金を教育してるようなもんじゃないか。そうなんだよ。なあ、茜君。ん？僕は教育というのは難しいもんだと近頃しみじみ思い出してきたよ。子供から教えられることがたくさんあるな。うん。ん？あれカンちゃんじゃないか？おう、そうらしいな。何してるんだろう。水やってたのかい？はい。おお、ついでに団子こさえたというわけか。はい。なかなか、これ先生くれないか。はい。おい、カンちゃん、僕にもくれよ。はい。君、土の団子ってこんな美しいもんかね。そうなんだよ、僕もさっきから驚いてるんだ。これは君、まさに芸術品だよ、君。驚いたね、まだ睨んでんのか。しかし君、この丸みといい、この締まり具合といい、なかなかこうはいかんぞ。うん、そりゃそうだ。しかも大きさが実に整然と揃ってるからね。うん、だからなあ、カンタがこれほど器用な指先を持ってるということはね、うん、何かそこにカンタの将来の職業をつかむ糸口がありゃしないだろうか。なるほど。ちょっと失礼。それカンちゃんが作ったんですって。え、よかったらどうぞいくらでも召し上がってください。嫌ですわ。でも本当に美味しそうですわ。いや冗談でなく、ねえ小川先生、これ何か使い道ありませんか。ございますわ、使い道。え、ありますか。こんな完全な球体はなかなか作れないものですからね。私以前からこういうもの欲しいと思っておりましたの。一年生の三日の教材にしましてね、第一に形の大小を区別する練習にしますの。いや、岡田君、早速売れたがどうだい。なるほど、そいつはうってつけだな。うん。で、いくつぐらいあればいいんです。そうですね、100ぐらいは欲しいですね。あ、100ですか。承知しました。早速作らせます。まあ。じゃあ後で粘土を教室の方へ届けておきますから、どうぞ。あ、そうですか。いや、毎度どうもありがとうございます。まあ、どうでしょう。200もあります。うん。買うの。はい。ちょっと買うの。うん。中山。こっち来い、こっち来い。はい。面白いか。はい。いいです。いらっしゃる。はい。うん。よいしょ。
まんな、しんちゃん。すまんな。あかん、半分ぐらい我慢やんけよ。あかん、母ちゃんを好きやさか。あかん、生意気なこと言うな、顔のくせに。くれ、あかん、よし、出さへんな。なら、これ隠したぞ。出せ、おい、出せ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 、隠したぞ。はじめはじめ、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 じゃあまだ見つからへんか。ないわ。どこの遠方へ隠しよったやな。うん、どこへ隠しよったやろ。山木のやつどうしてもいっぺんやらなあかんわ。やるか、けんちゃん。うん、やる。やらなあかん。いつやる。いつでもええわ。よし、もちろん一騎打ちやで。うん、もし向こうに助太刀があったら、そいつら僕らがやるわ。うん、かんちゃん、ないわ。オーケー。僕、お急いで君とこ行って着るもん持ってくるさかい、待っててくれ。おおきに。僕は、thank you.
ょっと待て。何や、頼みたいことがあるんや。何や、かんちゃんのシャツとパンツや。ん、あれか。あれな、どうだ、どう隠しとけ。あれ、はい、なんか、おい、ムキンだれ、返せ。誰も、ムキンだれ、返せ。心配すな、相手は僕一人や。先生、さあ、みたいな人と違うぞ。バラー、え、何、それからどうした？何やしら、とても長い気がしました、うん、一生懸命頑張ってましたが、とても苦しいなって、もしかしたら死ぬんやないかと思ったりしました。そのうちいつの間にか山田がちっとも力を入れるようになりました。それでおかしいなと思って立ち上がってみると、あいつダーンとして伸びてるんです。僕、びっくりしました。山田、山田、山田、おい、山田、大丈夫か？それを見ると、僕は山田が急にかわいそうになってきて、先生、山田は悪いやつでしょうか？僕村はどう思うかい？僕は悪いやつやと思ってやったんですが、今はそんなに悪いやつと違うような気がするんです。それで僕、よう分からなくなってきたんです。奥村、お前はいいやつだ。山田もな、本当にそれはいいやつなんだよ。しかしな、山田がかわいそうだと言っても、今急にあれを甘やかしちゃダメだよ。今お前の方から機嫌を取って手をつなぐとしたら、かえって山田は逃げるかもしれない。はい、もう少しの辛抱だ。今に山田も我々の仲間になる時が必ず来る。それまで静かに見てるんだな。な、はい、はい。
たこ焼きはしちゃいかんよ、君。ん？それは何かの間違いじゃないでしょうか。だが、僕は現在この目で見たんだから、間違いのはずはないよ、君。そうですか。それならば間違いないでしょう。今、あの連中に聞いてみたんですがね、あれは落書きをしていたんじゃなくて、落書きを消してたんだそうです。ほう、そうですか。だけど、あの辺には確かにたくさんの落書きがしてあったが。ああ、それをですね、子供らが見まして、これは消さなければいけないと、自発的にやりだしたんだそうです。ああ、それなれば、大変結構なことだがね。だが、子供らが勝手にやるよりも、あれは何か指導性を持ってやったらいいと思うね。そうでしょうか。例えば、まあ、君なら君が上級生を引率して号令をかけて全部にやらしたならば、立ちどころに町の落書きは消えてなくなると思いますね。そうでしょうか。そうですよ。自発的にやったと言いますが、それは一時的なものですよ。やるからには命令的にやらなければ効果上がりませんよ。そうでしょうかな。どうもありがとうございました。佐賀先生も大変お喜びになってね、これは命令や何かじゃないんだ、ぜひとも上級生全部が自発的にやってほしいとおっしゃるんだよ。だからな、君たちの仲間でよく相談し合って、みんなで町の落書き消しをやったらいいと思う。先生も仲間に入れてもらうからな。はい、はい、工場の落書きにしようや。休もう。集まれ集まれ。なおい、今日やったこの行いが終身の実習というんだよ。終身というものは何も堅苦しいことや難しいことではなくて、この通り愉快なことだよなあ。みんなこんなに塀がきれいになって愉快だろな。はい。しかしな、この落書きというやつは一度消したからって言ってそれでなくなるもんじゃない。今日消してもまた明日になればここに書いてあるかもしれない。その時はどうする。え、はい、書くやつに注意してやります。先生が言ってもらいます。うん、他に他にないか。殴ってしまうか。おお、殴ってしまうか。怖いな。中山。はい。どうする。まだ消します。ほう、また消すか。また消してもまた吹かれたら。ほだらまた消します。よし、それだ。それでいい。書いても書いても消す。これ以外に方法はない。書く方が勝つか消す方が勝つかコンクラビだ。ただ黙って消すんだ。これが最後の勝利だよ。分かったな。はい、分かりました。よしよし、文句を言うなよ。ただ黙って消すんだ。消してるそばで書いてるようなやつがあっても怒ったり殴ったりしたら負けだぞ。いいか、分かったね。はい、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 はい。なや、銀ちゃん、落書き消してるのか。なあ、待っとけ、待っとけ、一人で遊ぼう。まあ、待て。なや、銀ちゃん、先生怖いんか。先生は怖いねんな。バカになったな、銀ちゃん。なに怖いことあるかい。このままいつもやめたら。今日は、校外駆け足をやる。そのついでに、落書きがどの程度になっとるか、それも見てくる。はい、はい、はい。そのまま右向け、はい、駆け足進め。この左、
ねえ。おい、みんな頑張ってよく走った。それから、落書きの成績もいい。時々新しいのがあったが、なお負けて抜けてな。それから山田、お前の気持ち切りは非常に良かったよ。あの製薬会社の兵はなかなか落書きの絶えないところだが、よく我々やった。うん、感心だ感心だ。先生、んあれ、僕が消したのと違います。そうか。じゃあ誰が消したんだ。知りません。おい、誰が消したんだ。先生、中山君です。そうか。中川、お前見たのかい。はい、昨日夕方弟と一緒に追い抜くとき、あそこ通りました。かんちゃん、ここ山金の受け持ちやろ。うん、青臭やないか。やめとけやめとけ。あんな奴のとこ消すこといるかい。うん、それから老いの会にまたそこを通りました。その時はもうだいぶ苦労になってました。かんちゃん、まだやってんのか。もうやめとけな。うん、もうちょっとやさかい。ええやないか、もう帰ろうな。うん、もうちょっとや。それからちょっとして、かんちゃんが家の前通ったさかい、もう見な消したかと言うたら、うん、見な消した。金ちゃんが見たら喜びやらと言いながら帰っていきました。山田。はい。分かったかい。僕、先生、僕。よし、よし、もう分かったらいい。ね、先生はな、長い間、今日の日を待ってたんだ。もう、山田、何を言うな。別れ。金ちゃん。金ちゃん。かんちゃん。すまん。なんかようちょうな。大変ですのね。いや、何しろ今年負けたら3連敗ですからね。負けられませんよ。向こうでもそう言ってますきっと。え、違いないよ。あそこだ。金ちゃん、一体いつになったらかんちゃんに稽古つけるんや。うん、まだやな。うん、まだや。なんでよ。かわいじゃないか、かんちゃん毎日回してんのに。そんな師匠のことあるかい。稽古したよ、金ちゃん。試合までに僕がちゃんと仕込んだら心配すな。かんちゃんはな、人に勝とうという気持ちがあらへんのや。せやからその気持ちが起こるの待ってんのや。あ、そうか。ほったら僕な、かんちゃんの気持ち試験したるわ。試験ってなんや。まあ見ててみ。金ちゃん、どや。すごいな。うん、すごい。もう稽古するのええな。うん。
選挙区重大になりおったぞ。しくないよ。あるかね。すまん。
代表山田金蔵君。はい。個人優勝一人抜き高山寛太君。何でもないんだ。家内が鶏を3羽飼っていたんだが、そのうちの1羽が不慮の死を遂げてね。ほう、うん、どうしました？ん、何、近所のドラ猫の仕業だ。しかし、そうなると我々は幾分そのドラ猫に感謝しなくちゃならんかな。まあ、そういうことになるね。しかし、それだけですか？ん、今夜は何か他にも疑惑がありそうですかね。ありゃあるさ。たくさんあるよ。じゃあまず第一に善良なる中山寛太のために乾杯。いや、これいい。次に愛すべき山金くんのために乾杯。これはますますいいぞ。次に、やったな、僕はもういけないんですがね。ああ、これでおしまいさ。これらの難物と取り組んで見事な成績を収めた我が松村君堂のために乾杯。ああ、照れるな、これ。なんだか嬉しくなっちゃった。いただきます。さあ、食おう。崩したな、崩したな。失礼します。あ、そうそう、校長先生。カンタの父親がどうやら帰れるらしいんですよ。ほう、帰還するか。はい。いや、そりゃ乾杯せねえいかんな。え、カンタ君の父親帰還を祝して乾杯。うん。おい、松村君、君の発言じゃよ。ママにはいかんよ。うん。これは、えらいことになったな。乾杯。お父ちゃんおやすみやす。お父ちゃんおやすみやす。先生おやすみです。先生おやすみです。